さあ今回もねエルデンリング続きの方をやっていくんですけれど、お前誰やねんと、それからそこ一体どこやねんとね、ちょっと突っ込みどころの多いね、からのスタートとなってしまいました。実はここに来るまでにだいぶ長い間収録の方をやらせてもらって、まあ3本ぐらいの動画に分けて上げていこうかなと思ったんですけど、一本一本ちょっと分けてしまったらちょっと見づらくなってしまうというか、まあ取れ高がなかったりね、なかなか進まなかったりして、ちょっとなんかあんまり動画的にどうなんやろうなということで、それやったらもう一遍におもろいところと、まあ、大事なところをもうギュッと凝縮してね、一本の動画としてあげようかなということにさせていただきました。まあ、ここに来る前にね、ほんまにいろんなところに行っていろんな強敵たちと出会ってきたんで、今回はその旅の過程を凝縮したものをちょっと皆さんに見ていただこうかなと。まあ、すごい見どころたくさんの動画に仕上がってるかなと思うんでね、ちょっと長いかもしれないけど、ぜひとも最後までお楽しみください。というわけで今回もやっていきましょう。まあ、とりあえずね、ここの関門突破してこっち行こうかな。めちゃくちゃあざといな、あいつ。噂のあざとい系女子や。嵐の関門。いや、でもこれはなかなか関門やな。うわ、なんやこいつ。口臭を飛ばして攻撃してくんのか、お前。お、やっぱりこれ人間巻き込みあるやん。やれやれ、そうだ。戦え戦え、巨人。ナイスナイスナイス。今の一撃、笑ってるね。よし、ナイス。ん？黄金の種子や。あ、この木のとこで拾えるんや。誰かオールっぽいぞ。火灯ってるし、戦学びのボロや。男前がおる。初見でな。私はベルナール。気候と同じアスリートだ。ツバイヘンダーよ。私の戦技を継承を、ぜひ、教えてほしい。切り上げ、キック、我慢、ウォークライ、回転切り。これガトツ体験につけれんのかな？嵐の刃、これ欲しいな。お、めっちゃええやん。なにこれ。おい！うわ、なんやこれ。いや、なんか撃ってくると思うやん、そんなん。なんか撃ってくると思ったら、まさか自爆するとはな。なにこれ、赤の遭遇ぞ。お、死ぬ来た。お、お前、グレートメイス使いか。なるほど、面白い。そして、ソラールさんじゃないか。なんか変な戦技や。このモーション好きやな、フロムさん。はい、お疲れ。だいぶ俺、こすい戦いになっちゃうな、どうしても。お、敵対マルチプレイが解放されたってこと？大槌のタリスマン。なにこれ？なにこれ？アクセサリーなんか？もしかして。あ、そやな。タリスマンがアクセサリーなんや。ガードに対するスタミナ攻撃力を強化する。いいね。お、そこのご人。お姉さん。何それ？怖っ。あれやん、鬼滅の蜘蛛の鬼やん。そりゃ怖いやろ。そりゃ卑怯じゃないと思うよ、自分。誰やって怖い、そんなん。手切られて、足切られて、首切られて、蜘蛛にされんやろ。何もええことない。あ、これ来た。これ最初のエリアで使ってみる。でもな、最初のエリアにそんなええもんあるかな。えっせい！花粉がやばい。何このエンヤバーみたいなバーじゃん。バーに読ませておくよ。まず読めるバーじゃん、見えないけど。指を、あんたの指を。手相ってこと？手相占いのバーちゃんってことか。レアルカリア、その奇跡の夜を越え。レアルカリア。大昇降機に向かい半月を合わせよう。これがまあストーリーの動線になってるってことか。おお、そうさ、この橋はもう壊れて渡れぬ。ストームビルの城はまだなんとか得ておろう。そのストームビルの城にじゃあ行かなあかんってことやんな。なんかアイテムあるけど、これアイテムに向かって突っ走んのはあまり良くないからな、フロムゲーで。何かがこうブワーって下から出てきて、ボス戦に急になりそうやけどな。正方書や。正方書7。ただ、なんか行けそうな雰囲気はあるぞ。なんか行けそうな雰囲気あるよな。またこの千義虫おる。戦技、乱撃、いいね。なんか良さげなもんゲットした。ちょっと待て。なんと卑怯なん。ちょっと待って、奥のバリスタをまず壊すのが吉よな、これは。
こんなところに伏兵が。いやいやいや、よくもやってくれたね。こいつ抵抗する気ないやん。これ俺使えるやろ。いやこれ使われへんの。さあいよいよメインダンジョンって感じやな。ただあんまりな、サク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 進みたくないねんな。人呼べるぞ。魔術師ロジエル、これボスやろ。ちょっと待って、俺ここトレーラーで見たぞ。あせびとよ、愚かな野心の火に焼かれ、お前もまたエルデンリングを求めるのか。絶対日本語吹き替え大塚包丁さんや。判断が遅いって言われそう。こいつ相当な体重を仕上がる。かっこよ登場シーン。ならばその火ごと消してくれよ。かっこいいなこいつ、異名鬼のマルギットが。かっこよ、ようやくやな。ようやくボスらしいボスが現れやがったな。お、なんやそれ。なるほど、それが貴様の術式か。ただ金属盾じゃないのがちょっと、いや強っ、強っ、強いよ。まずは様子見。第一戦はまあ様子見や。いやちょっとそのディレイかけてくんだな。これ初手からなかなか強すくないかこいつ。最初のボスにしては、いやどういう立ち位置なのこいつは。もっとある程度探索してからここに来るべきなのかな。やっぱり俺ちょっと早足で来たと思うねんな。なるほどな、こいつ光でいろんな武器出せるんや。かっこええな。ん、なんか出てきた。試していた。Grace truly does guide you, and whether you are fit to face the challenge that entails. It seems my worries were unfounded. キューやったやろ。俺は焚き木の王だぞ。From the very start, whereas I merely pretended. There is one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the round table. 英雄たちの集うところ。そこにあなたを連れて行くことができる。え、連れてって。連れてって連れてって。いごいご円卓に。その円卓っていうのがあれか、拠点なんか。なるほどな、最初のボスに負けてようやくそこに行けるって感じか。今まで拠点から始まることが多かったけど。おお来た、円卓。円卓は祝福に導かれた遊び人が集う場所であり、不戦の役場により戦闘行為が禁止されている。もうなんかイケメン装備や。ディアロス、ディアロスって顔してるわ。ラニア見てないけど、あの赤ずきんちゃんのことかな。従者と言えへんよ。あアンドレイさん、これアンドレイさんな。これまだ入れないってことですか。あ、これか。なんかアイテムあるけどな。ちょっと待って、他のとこにもあるかもしれんけどな。なるほど、ああいう切りかかってるとこは、この、石鹸の鍵やったっけ。あれ使わんかったら開けられへんのか。抱かれてくれ、え、そういう、なんか、そういう要素あんの。なんか急に抱いてくれって言われたけど。そういうなんか、濡れ場があんのか、今回は。帳の恩寵がもたらされるでしょうか。やしいと思いですか。けど私の故郷ではこれが聖なるやり方なんです。へえ、そうなんや。これほんまにそういう、あれ？ちょっと抱かれてみる？あ、飛ばしてもうた。なんか勝手に飛ぶんよな。その鎧のまんまなんや。あ、抱かれるって普通にその、ハグされるだけか。帳の恩寵、これ何？強靭度高めんねや。これは一回使ったらなくなんのかな。化粧する？え、ここで普通に外見変えれんの？普通にキャラメイクできるんやけど。性別も変えられる。キャラメイクこんな簡単にできるんや、今作。めちゃくちゃええやん。双子の老婆、双子なん？あ、ほんまや、二人おる。オッケー、もう兄弟はやってるけど、ちょっとマルギットもう一回再戦行きたいな。
これ強いわ。重い一撃からの追撃で、あの魔法の素早い攻撃な。こいつあれやな、ゲームのノウハウをまず覚えてないと勝てない系のやつやと見た。こいつがまた今回の登竜門と見た。絶対トロフィーの取得率また半分とかそういう感じやろ、これ。ガスコインとかお蝶みたいなな。初手からこういう小細工を使われへんボスがで、ほんで杖を忘れているというな。だからタイミングは大体分かってきた。覚えゲーやな、いつも通り。こっからやな。ブン、ブン。新技や。できることなら呼びたくなかったが、とりあえず一回呼んでみようか。これなんか消費して呼ぶんかな。インプの位牌使えないからな。これいつ使えるようなんね、ほんまに。いや、めちゃくちゃ固なった敵。なんか倍ぐらいなってない?普通に。あ、でもこれ読んでもちょうどいい具合かもしれへんな。そこまでめちゃくちゃ、あれや、ゲームのおもろさを損な、来た。ゲームのおもろさを損なわせるほどの強さではないわ。ただようやく半分、こっからのパターンみたいな。お!今のやつパリーみたいなの入んのか?いや、でもこれ買っちゃうな。なんかやだな。NPC 出して買ってもなって感じにな。いや、これでも負けるんかい。ここから魔法勝負や。いやー、そこでね、自分の魔法で見えなかった、今。でもこれ勝てるぞ。なんか、槍に八つ当たりすんだよ、お前。槍今めっちゃ可哀想なことなっとったぞ。ここに来て FP が足りないとはな。ちょっとこれは、そうでかいですね。いや、ここで FP が足りないのはやばいって。ジャンプ切り、あ、ジャンプ切り爆速入る。こいつ背中にジャンプ切りあったら爆速入った。あー、でもそれはたまたま強靭削り切ったってだけか。別にたまたまやったわ。そういう仕様ってわけじゃなさそう。あ、でもめっちゃ入る。あ、な、お前がなんで行くねん。お前がなんでやんねん、お前。ロジエルさん、危ないよ、そこ。ロジエル落ちそうやな。ナイスナイス、行け、ロジエル。俺が行く。お前邪魔や!俺の致命の邪魔して、お前どないすんねん、お前。やべ、味方に化け物おるって。あかん、ボコボコにされてる。ボッコボコにされとった、今。いや、かっきりえぐいで、こいつ。いや、今のだいぶ焦ったて、もう、えぐいわ。あかん、集中力足りひんわ。もう今日はやめよう。つわけで、ちょっと、やっぱり、レガシーダンジョンの攻略は、後回しにするべ。とりあえず今んとこ見つけてる、あのドラゴンと、あの夜に出てくるあの乗り手、黒い乗り手みたいなやつ。あいつをとりあえず倒しに行こうかな。まずは魔法で様子見。ああ、弱い弱い。な、馬で走るまで切ってるだけで終わるやろ、こんなの。飛んだらなんかしてくるぞ。マジ、フロムのドラゴンはろくなやついないから。うわ、これミディールやん。ただね、今回、俺も馬に乗ってるってことで、機動力あるんでね。ちょっと魔法はなかなか当たらんな、でもその代わり。これさ、普通に、ロックオンせん方がいい。今気づいた。当たらんな、お前の攻撃なんで。なんかこんな当たらんことあるってくらい当たりに。懐入ってしまえば終われる。え、ちょっと弱すぎないですか?クロムさん。いくらなんでもちょっと弱すぎやしませんかね。でもようやくおもろいドラゴン退治になってきたな。今までのドラゴン、正直、あんまり面白くなかったもんな。動きすぎてなかなか攻撃できないってことが多かったけど、馬に乗って高速移動できるようになったから、ドラゴンの動きに十分についていけるようになったやな。こいつも尻尾切れたりすんのかな?あの初代ダクソみたいにさ。なんか急に新技。すげえ、見栄えがやばい。映えるね。ただこれで終わるよ。お疲れ。竜の心臓。大竜炎協会に新しい竜の力が。何それ?まあ、そんなとこ俺見つけてないけど。じゃあ頼もう!何やったっけ、こいつの名前。夜の騎兵や。そのまんま。さあ、夜の運動会とシャレ込もうじゃないか。ちょっと待って、これさ、タップストレイフできんちゃう?あ、馬タップストレイフできる、これ。
今気づいた、馬タップストリフや。落馬もうちょい狙えるぞ。邪魔や邪魔や、なんやこいつ。オッケー、なんやそれ。うわ、また出てきたぞ。それずるくない、ずるくないそれ。わ、5000ソウル持ってんの忘れとった、最悪や。あかん、5000ソウルが、僕の5000ソウルが。もうそれ馬の息超えてるもんな、ほんでその動き方。おーい、ここの下に新しいエリア発見したっていうな。ちょっとパターンハマりだしたらほんまに進めんくなっちゃうから、ちょっと別のとこ探索行くか。ここにもう一個じゃあエリアがあるんじゃないかなって気してるから、とりあえずここの街道沿い進んでみようかな。パターンにはまるのがね、ソウルシリーズは一番良くない。その負けのパターンに入ってからもうやり続けると進まない、ほんまにゲームとして。いや、マジで広いわ。ほんで終わらん、終わる気配がない。ちょっと待って、またなんか見つけた。あそこになんかでっかいクマおるぞ。ある日森の中、クマさんに出会ったっていうレベルじゃないぐらいでかクマおんねんけど。あれなんよ、あの発売前にね、画像で見たことあるけど、想像の5倍でかいな。これもボスなんかな。奥にもおるやん。嘘やろ、こいつ。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、でもそこまで硬くない。もっとええ盾欲しいね、とりあえず俺。もっとええ盾あればぶっちゃけ丸ギットも勝てると思うな。こんななんかおもちゃみたいな盾でいつまで、やれるわけない。おぉおぉおぉ、助けてやれ、助けて。クマがいっちゃん怖いもんな、この世の動物で。お前らも逃げろ。かわいそうに。ただ歩いてただけやのに。ただ歩いてただけやのに、クマに殴り殺されるっていう。こいつ倒してなんかリターンあんのか、俺。ほんまにエグい。ほんまにエグいって。てか、このゲーム全体的にマジであかんな。ソウルシリーズずっとやってきて、なんだかんだむずいけど、クリアできるビジョンは見えたけどさ、俺初めてなんかクリアできるかなっていうところやわ。初めてちょっとクリアできるかどうかっていう不安を抱きながらプレイしてるもん、今。オッケー、何度か倒した。充血や。なんか急にブラボー要素な。まあ、クマ、ぶっちゃけそこまでじゃあリターンないってことでいいかな。おぉ、いるやん、クマ田さん。扱いきれてないね、その獲物を。獲物をもうちょっと扱いきれるようになってきてから出直す気な。森の廃墟。クマ田さんいますやん。すいません、クマ田さん。ちょっとお邪魔します。別に僕、熊田さんの睡眠を妨害しようなんて気はさらさらないんで。ここも移動トラップあったら嫌やな。まあ、行くしかねえ。斧のタリスマン。ため攻撃強化ね。怖え。寝顔は可愛いけど。やべえ。やべえって。いや、そう簡単に起きるもんじゃない。熊田さんチース。よいしょー。あ、でも全然普通に通るから、ここは今のレベルで来れる場所、なんか奥におんな。ちょっと待って、ここにあれあるやろ。種子。はい、黄金の種子。これエストのかけらは、わかるな。いた!ジークさん!いや、なんか HP めっちゃ減ってるぞ。ジークさん何やってんすか?なんか死んでんな。ハイト取りで。これメインダンジョンではなさげやな。いやーな、胸ズミいるって。まんまやもんな。痛いな、お前、上からポッポカポッポカと。そう、上からポッポカポッポカ火炎壺掘ってくるやつが俺は一番嫌いな、お前。あー、こら踊れ、舐めてんのか、これ。ちょっと待って、まだ2000ソウル持ってんやって。お、また新しいやつや。ヒップドロップ。シュールすぎやろ、このアイコン。マリオやん。ジークさん、どうしちゃったんだよ、俺だよ。相棒だよ。ずっと一緒だったじゃないか、ジークさん。語りな騎士の誇りを思い出してくれよ。あかん、ジークさんもう、語りな騎士の誇りを失ってしまっている。ジークさんやめてくれよ。友達やん、ジークさん。危な。ほんまに危なかった今。ほんまにたまらんわ、盾なかったら。物理カット100じゃない盾に人権ないからな。やばい、今の問題発言かもしれん。人権ない発言はほんまに炎上するからな。とりあえずね、あいつ魔法で仕留めよ。届くかな?いいね。よし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 。俺は上から火炎壺掘ってくる奴が一番嫌いなんや、工藤。てか、そろそろパート1の編集せなやばいって。発売日に動画上げられへんねんけど。
みんなにとっては数日前の話かもしれんけど、俺にとっては今の出来事やな。お前何してんねんこれ。で、ほら、小顔の民が住んでる、ここには。お、なんか、それっぽいやつおるやん。何それ、グレートなランスちゃん。もしかして。いや、剣なんかそれ。槍のような剣やん。めちゃくちゃかっこいいやん、それ。くれ。やばい。ここで死んだらまためんどくさいって！これやばい。こいつ、カインハーストの血族なのか。お疲れ。お、血の斬撃、これ戦技やったんか。何これ。デクタスの割り符左。西方書月中。なんか松ヤニとかない？血のなんか作れるようになったな。出血属性なんか、これなかなか強そうやな。カインハーストの技や。おぉ。あ、ただちょっと HP 削るんや、これ。不思議りっぽくもあるな。なんかここにも石書みたいなの。石書みたいなのあるなーって言いながらめちゃくちゃスルーするけど。お？ジークさん？この Help me の言い方はジークさんやん。え、ジークさん？あ、これなんか、いたな、ゲームプレイ動画に。どうしたらいい？これ絶対ジークさんの声。鉄拳アレキサンダー。まず、どういう生物なんですか？いいよ。これでええやんな。いや、これ割れられたら困るけどな。後味悪い。夢見が悪いわ、これ割れてしもたら。何これ？勇者の肉塊。とんでもないものを渡されたぞ。ジークさん落ち着け。いや、これ絶対嵐の刃の方がいいな。連撃できるしな。お、NPC よ。また一つ死がはびこったか。こいつもなかなか生かした鎧を着てんな。D やって。この先の村には死がはびこっている。おそらくは船も、船って何よ。後ろにあの死はびこってるけど大丈夫なん？ダークソウル系でさ、アルファベット1文字の名前のやつ初めて見たな。船がいるってどういうことや？あー、船おるね。船って何やと思ったらほんまにおるやん。あの上と死者を運ぶ船みたいなことか。うん、船やな。これ宿場とか、呼び水の村。思いっきりボスやんけ、お前。ティビアの呼び船。雑魚敵召喚して戦わせる系のやつか。うお、なんやこれ。すげえ、水ゲーや。で、しかも味方な巻き込んでるっていうな。あんま強くない。雑魚敵を呼び出すしか脳がないようだな。大丈夫かこいつ。普通に熊田さんのが強いぞ。スケルトンもなんか元気ないね。いつもより。どうした、スケルトン元気ないぞ、お前ら。普段もっと元気やん。転がりもせえへんし。あ、ちょっとまずいかも。ちょっとこれだけやな。これぐらいしかほんまに脅威じゃないっていうのはやばいよ、こいつ。本当に弱いですよ、あなた。これで終わりですよ。霊体、あ、霊体召喚できるようになった。よ、こいつやらなあかんかったんか。お、スケルトンの位牌もゲットした。オッケー、これで、あれやな、あと盾さえ揃えれば、マグリットいけんじゃない？おい、ディエ、お前。お前、こういうのを狩るのが仕事みたいな。口振りやってんか、お前。死に生きるものを狩り、死の根を積むつもりがあるのなら、獣の司祭グランゴを紹介したろう。何それ？これは別にやることができて、何やんねん、お前。グラングも、潜りを欲しがるだろう。なんか、怪しいけど、紹介受けようか。何それ？お前が誘ったんや。オッケー、それじゃあ今日はその、なんや、獣の司祭とやらに会うところまでやって終わりにしようかな。かスケルトンたちがほんまにお前らどうしちゃったんってぐらい弱いんよな。もっと普段強いもんな。生き返るの生き返んねんけど、正直、いつもほど元気よく起き上がってくれないからな。また戦技のやついる。お！聖なる刃！これ、さっきみたいなやつにめちゃくちゃ有効やろ。これが転送門か。頼もう。一体どこへ飛ばされるんや、これ。グレイオールの、何これ？ちょっと、なんか背後にいきなりエグいのおるけど。俺もヴァンパイアハンターの仲間入りか。わお。うわ、何やこれ。趣味ある。趣味悪すぎー。
匂う死だ。食らわせろ。もし？んごち！アセビト、もっと死を持ってこい。我が瞳よ、爪をくれてやる。もっと食らわせろ。怖い怖い怖い。爪痕の繊維。獣の瞳。爪痕の繊維ってこれ何？どのジャンルのアイテムかもわからんけど、死の根に近づくとブルッと震えるという。オッケー、それじゃあとりあえず今回ここまでするか。ちょっとね、パート1からずっとやってるから、そろそろ編集せんとまずいわ。ほいたらまあ、とりあえず今回こんなとこで。いや、これマジで終わる気配ないな。まだ最初のダンジョン行ってへんねんでやって。というわけで、じゃあとりあえず今回こんなとこで。今回も最後までご覧いただいた皆さんどうもありがとうございます。というわけで、See you next time, bye bye! 次回また遊びに来な。ほな！